バックスどうせ勝つから見てないけど、やっぱりあのチーム、バケモン。あのね、ブルック・ロペスが、バックスの試合を、もし見てないっていう人がいるんであれば、みんなが想像してる、かける1.7倍ぐらいしていいと思う。ブルック・ロペスは。そんぐらいいい選手ですね。ブルロペがいい選手っていうのは、まあみんな思ってるとこではあると思うんだけど、試合は見てないけど、なんとなくそういうイメージを持ってた人は、そのイメージにかける 1.7 倍ぐらいしてもいいぐらい、チームの要になってると思いますね。この間の対シクサーズはどうですか？うん、その試合見て、改めてブルロペの凄さというか、ブルロペは今14ぐらいじゃなかったっけな。いや、だから20は全然もらっていいと思う。20、本当は24ぐらいもらっててもおかしくないかもね。まあでも年齢があるし、34歳ぐらいだっけな、今。年齢と、まあ、怪我っていう部分で、まあ結局14ミリオンぐらいに落ち着いてるけど、でもゴベアがまあ47とか、ジャレット・アレンが20とか、っていうのを考えると、まあ20から25の間ぐらいもらってても、まあ年齢とかを除けばね、年齢除けばそんぐらいもらってもいいぐらいの活躍してるんじゃないかなっていう。だってエンビードマジでめちゃくちゃ攻めづらそうだったもんね、ブルロペ相手。あのエンビードのお得意のロールしきらずにミドルぐらいでボールもらって、ショートロールからジャブステップしてミドルシュートとか、あれもうちょい他の選手だったら打ち切ってるんだろうなっていうところ、ブルロペが相手っていうので、エンビードはすごい攻めづらそうにしてて、いや、あの辺はちょっと、まあ、ディフェンス硬い理由がわかりますよね。ちなみに1位はキャバリアーズですね。